オーストラリアニューサウスウェールズ州の地方公共団体。シテオブブラックタウンの市役所が設けられている。ブラックタウンは、シドニー中心業務地区の西 34km に位置する。北西を、シテオブホークスベリー、北東を、ザヒルズシャー、南東を、シテオブパラマッタと、シテオブホルロイド、南を、シテオブフェアフィールド、西を、シテオブペンリスと接する。 市内でシドニーの東西の交通軸であるウェスタンモーターウェイとシドニーの環状道路を形成するウェスタンシドニーオービタルが交差する。また、シティレールウェスタン線が市内を東西に横断し、東はシドニー CBD、西はペンリス方面へ接続している。また、ブラックタウン駅でウェスタン線は支線が分岐し、リッチモンド駅へ北西方向に伸びる。 地方公共団体単位で数えた場合、クイーンズランド州のシティオブブリスベン、ゴールドコーストシティ、モールトンベイリージョン、サンシャインコーストリージョンに次いで、オーストラリアの地方公共団体では5番目に多い、人口のニューサウスウェールズ州では最大である。シティオブブラックタウンは以下のサバーブ及び村で構成されている。シティオブブラックタウンの議会は15人によって構成される。 任期は4年。選挙区は5つで、それぞれの選挙区から3人が選出される。市長は、議会選挙後、最初の議会で、12人の議員から選出される。最新の議会選挙は、2012年9月8日に、実施された。オーストラリア労働党7議席、オーストラリア自由党7議席、無所属1議席である。市長は、オーストラリア自由党のレンドビンソン。 シティオブブラックタウンは以下の2つの都市と姉妹都市である。サバーブス。ブラックタウンシティカウンシル。2012年12月5日。閲覧。ABC。ブラックタウンシティカウンシルワード1。ローカルガバメントエレクションス2012。エレクタールコミッションオブニューサウスウェールズ。2012年9月21日。閲覧。ABC。ブラックタウンシティカウンシルワード2。 ローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスウェールズ2012年9月21日閲覧 ABC ブラックタウンシティカウンシルワード3ローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスウェールズ2012年9月21日閲覧 ABC ブラックタウンシティカウンシルワード 4ABC ブラックタウンシティカウンシルワード5ローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスワイルズ2012年9月21日閲覧 A.B. マクレランベンブラックタウンカウンシル S. ニューメイヤーイズレンド・ビンソン ローセヒルタイムズ、http コロンスラッシュスラッシュ rouse-hilld-times.whereilive.comau, ニュース、ストーリー、ブラックタウンカウンスルズニューメイヤーイズ、2012年9月26日、閲覧。abcde, シスターシティーズ、ブラックタウンシティカウンシル、2012年12月5日、 閲覧、ありがとうございます。